さいませ。メリさんちでお掲示しているクルルと綾瀬すずです。はい、今回の動画はですね、めちゃくちゃ迷惑なクソ客と、ここで本当に実在したクソ客っていうね、都市伝説紹介をしていきたいと思います。あ、紹介と、あとその対処法をね、紹介していこうと思います。イエーイ。クソ客といっても、ほぼ全てのお客さんにはすごい感謝してるし、クソ客と呼ばれるお客さんはほぼいないんですけど、たまにまあかなりヤバい人が存在するんですよね例えばお客様は神様だから首へつらいみたいな態度で来たり、あとは大声で下ネタをこう連発してたり、あとなんかお金を投げたり。お金投げるんだよ、やばいよねお賽銭。なんかまあキャストだけじゃなくね、その場にいる全員、お客さんとかも不快にさせるような、そういう態度の人ってまあ一定数ね、ちょっとだけなんですけど、たまに、ね、存在するんですよ。最近ニュースになったお弁当屋さんありますよね。クソ客がアルバイトの子にお金を投げつけたり、金払ったら客だろうがクズとか暴言を吐きまくって、しまいにはお前のバイトが終わる時間まで待ってやるって脅したり出待ちやね怖いこんな感じですバカいやいや、まあ、いいよ、呼べよ、だから警察を早くな。これ一人でやりますか、これ。やれよ、早く。これでいいんだろ、これ払ったら逆だろうか、これで。おい。こっちはね、わからないよ。払ってから言ってんのに、お前何お前客じゃない。実はですが、お店からね、それを晒されて、動画を晒されて、お菓子を持って謝りに行ったらしいんですけど。え、謝りに行ったんだ。それらしいよ。キモ。キモいよね。まあ、とにかくね、どこの、ね、業態にも、多分一定数クソ客っていうのはね、少ないと思うんですけど、存在して、甘やかすとね、他のお店とかでもね、同じようなことね、しかねないので、しっかりね、対処する必要があると思います。モンスターや。これがね、最善策ってわけじゃないので、参考としてね、ぜひ見てみてください。はい、どうぞ。はい、ああいう人よく来るの？めっちゃオタクじゃん。めっちゃオタクじゃん。メイドさんも大変そうだね。ゲラゲラ。こういう人が来てる場合は、とりあえず席をまず最初に話すってことをこう意識した方がいいと思います。なんか全然違うところに座らせるみたいな。で、まあ、それが無理だった場合は大否定するって、そんなことないよみたいな、毎日めっちゃ楽しいよ、お客さんすごい優しいし毎日すごい楽しいみたいな感じで、明るくね否定するっていうことがね大事だと思います。確かに、はい、君はい、多少はまだ聞こえなかったふりをするか、あとはもうなんか、はぁーって聞いてないですよみたいな感じで過ごすか、もうなんか動画過ぎている場合は、これ以上言ったら下ネタを言った分だけキャストのドリンク飲めますって言うと、まあ、大体、あ、つまんねえな、会計みたいなってなるんで、まあ、そういう時はね、もう素早く会計しましょう。しましょう。俺さ、今度新宿でお店出すんだけど、君働きに来ない？今時給いくらで働いてんの？時給上乗せするよ。これ俺の名刺引き抜き勧誘ですね。これはね、かなり迷惑なので、名刺だけとりあえず控えて素早く会計するようにしましょう。引き抜きって求人広告費削減と人材育成の放棄で、他店が求人広告費をかけて集めて試行錯誤してね、人材育成とかして一人前になったキャストの子をね取ろうとする行為なので、お店に不利益を与えに来る人はお客さんではないのでね、すぐに会計するようにしましょう。君本当にブサイクだねこの店の子本当に全員可愛くない？はい、ごめんなさいまあそういうね、誹謗中傷発言がね多い人とかは、なるべくこう周りの人とかが不快にならないように素早く解決するようにしましょう。基本的にこっちに対して攻撃的な人に対してはなんか明るく振る舞う必要がないので、冷静にね、あ、じゃあ解決しますかって言って聞いて帰らせるようにしましょう。え、ここなんでこんな高いの？もうちょっと安くなんないの？これ何の値段なの？はい、お会計の時に本当にたまにね会計を渋ってくる人っているんですけど、全然存在しないですけどね。最初にシステムは説明するんですけど、した上でもう一回システムの説明をして、お客さんと一緒にこれが何の値段かっていうのを、ね、確認しながら一緒に見てもらうようにしましょう。で、それでも渋る場合はオーナーに連絡して、まあ、その後に警察に行くなりなんなりしてもらいましょう。
て割れちゃったとか、加工力は仕方ないんですけど、メルテイブラウンっていう店舗があるんだけど、そこのカッチュンって左腕か右腕か忘れたのにないんですよ。それが漏れてきちゃって、取れちゃって、でもくっつけられなかったっていう状態になってるんですよね。さすがにね、ちょっとありえないかなって思いました。あとはなんかその指紋とかで普通に錆びちゃったりね、汚くなったりするので、普通は触らないとは思うんですけど、なんかそういうちょっと危険そうな人がいたら、壊した場合弁償にしていただく場合がありますよとか言うと、基本的に触らなくなるんで、おすすめです。そういう人に対しては最初に撮影禁止って伝えるんですけど、それでもこっそり撮っちゃう人っているんですよね。こいつ撮ってんなっていう確信を持った際に、結構大きめな声で盗撮するのやめてもらっていいですかって言うといいと思います。もちろんデータは削除してもらって、最近削除した項目からも絶対消させるように してください。一番大事マジ大事なんで。アンドロイドとかどうなんだろうね、わかんないけど、ちゃんとは全部のねデータをね削除するのも目の前でしてもらいましょう。以上、クソ客の対処法7選でした。イエーイ、勉強になったな。はい、最低限マナーとかモラルのねない人の気持ちを考えることができない、それを行動に移してしまう人がクソ客に当てはまりますね、うん、でもなんかさ、基本的にさ、これやる人ってさ3つぐらいやるよね、この中で。あ、やるやるやる。そうそう。ここを理解できない人は出禁にしないとお店もね荒れていっちゃうんで、まあね、この動画を何かの参考にしていただけたらなって思います。はい、今日もこの動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。